皆さんこんにちは。2021年11月1日月曜日夕方5時になりました。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私マンボウヤシロと申します。11月1日月曜日ということで霧のいい月の始まりでございます。そんな中昨日はですね、この週末ハロウィンがあったり選挙があったりということで、何か世の中的に大きな行事があった後のリセットの11月1日月曜日感すごく強いなと思います。そんな中先ほど発表がありました、東京都の新規感染者数がですね、今日はなんと9人、10人未満は昨年5月31日以来ということです。人出もすごかった、選挙ももちろんありましたけども、ニュースなんか見てると渋谷ももうまるでコロナ禍の前の世界に戻ったかでございます。ラジオですのであんまりこう希望的観測で物事を喋るのは良くないと思いますが、このままですね感染者が増えることなくですね、年内なんとか過ごせたらいいなぁとは思っておりますが、今月もですね夕方5時から、8時まで平日3時間スカイロケットカンパニー喋らせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。This is a radio program company. Is it ready? 3, 2, 1. Welcome to Sky Rocket Company. V6 の皆さんお疲れ様でした。そしてありがとうございます。ということで、メドレーで行かせていただきました。本日午後6時から幕張メッセにてラストライブを行います。スカルケでもここ最近はたくさん曲かけてきましたが、6曲ミックスで行きました。Music for the People から始まって Take Me Higher、 そして Be Yourself、 Feel Your Breeze、 Darling、 輪になって踊ろうと行かせていただきました。ツイッター見ててもですね、ライブ行きますという方もいればですね、行けないので、かけてくれてありがとうというようなコメントもたくさん、 V6 さんの人気をこう改めて証明するようなタイムラインになっておりますけども、本当に、お疲れ様でございました。今日をもって、活動はもう解散、今日をもってグループは解散という、まあそれぞれがまたご活躍していくことだと思いますけども、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございます。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。スカイロケットカンパニー。明日への呪しを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。11月1日の月曜日でございますので、皆様、今月もですねスカイロケットカンパニーおよび東京 FM よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日も3時間の生放送のスカイロケットカンパニー、どういった内容でしょうか。まず5時台は小池屋歌える、月曜は仕事がサクサクはかどる一曲をお届けするサク歌を届け、6時台はキリン一番搾りあなたにコングラチュレーションズ、あなたの記念日に乾杯します。そして桃屋の病飯、今月11月のテーマは心も体も温まるホット病飯です。さらにスカルケ競輪部、今週は JKA 広報部広報宣伝課の細川さんが登場します。ラストの7時台は今週の一番つぼり全国うまい物語をお届けします。はい、ということで、皆さんよろしくお願いいたします。まずはこちらから、スカイロケットカンパニー社員実態調査。毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施、そして今回実施したアンケートはこちら。テレビやネットの開票特番見ましたか。国政選挙の、開票日恒例である、開票特番、テレビ、ラジオ、ネット、いろいろなところでですね特番がありましたけども、どれだけの方が見ていたんでしょうか。僕ちょっと会社の人で、まあ、自分の会社立ち上げて半年以上経ってますけども、まだちゃんとご飯一緒に食べてない人なんかがいて、家に来て少し
はい、初めて一緒に少し飲ませてもらったりなんかを昨日やってたんで、はい、初め見てたんですけどもやっぱ長いじゃないですか、全部見切れてないんですけども、ちょっとは確認しました、ネットなんかも使って今日もあれしておりましたけど、麦酒はどうですか。私も自宅におらず出先だったため、うん、なるほど、映像というよりは活字でずっとそこをチェックしたり、ね、はいはいはい、ネットで見ていたということでございます。ただですね、あそこまでメディアが全部ですね、あの開票特番的なラジオもそうですけどもなるってことは、何かしらちょっとだけでもですね触れた方が多いんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、半数は超えるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。アンケート結果がこちら。テレビ、ネット、ラジオ開票特番見ましたか、聞きましたか、全く見ていない 22%、少しだけ見た 69%、 番組終わりまで全部見た 9% でございます。 10% の方がフルで見た聞いたということです。で、僕や秘書のようにちょっとだけという、少しは見ましたよって方が全体の7割、全く見てない方が 22% という感じになっております。男性女性全く見てないでいます、どうしましょうかね。まあ、せっかくですから全部見たにしましょうか、はい、ね、男性の方だと 9.5%、 女性だと 8%、 誤差の範囲です。19歳以下が番組最後まで全部見た 18%、 全体の倍、19歳以下が関心があるのか、なんとなくつけっぱなしだったのか、ちょっとあれですけども、いやでもね、頼もしい話ですよね。20代、終わりまで全部見たよ 4% でございます。30代で 6.2%、 40代で 9.9%、 50代で 10.6%、 60歳以上の方で 11.7% と、まあ、世代が上がるとちょっと増えていくかなっていう感じですけども、頼もしいのは19歳以下の人たちがですね、はい、20% 近くの方が全部見聞きしたというような数字が出ました。面白い数字だなと思います。細かい数字気になった方は番組のサイト、それから無料でダウンロードできるアプリをご覧ください。さあ、そんなアンケートを踏まえまして、より良い明日にするための本日の議題はこちら。私ってこんな人案件、この選挙なら当選確実。もし職場で、学校で、近所でこんな選挙があったら自分は当選できるかもという選挙パッケージに載せて、皆さんの人柄や特技を教えていただきたいと思います。パッと今日の案件聞いて、どういうことだろうと、あれどういう感じで書いたらいいんだろうっていうふうに思う方もいると思いますが、例えばどんな感じでしょうか。人見知りすぎて今年2回しか他人と喋っていません、人見知り選挙当選確実です。なるほどなるほど、あ、こういうのでもいいんですね。はい、会社の部下のミスをこの20年一度も叱っていません、仏上司選挙当選確実です。本当にこれは仏上司なのか、あの興味がないのか部下に難しいラインかもしれませんけども、なるほどね、はい、50代ですが週2でヒサロ行ってます、中年ガングロ選手当選確実です。いますよね、体鍛えてヒサロ行ってる方も。言っときゃ、うん、まあ、ヒサロって流行りがねたまに来るじゃないですか、何年かに1回、はい、それに関係なしにね、流行りなんて関係なしに生き続けてると、うん、なるほど。メッセージ社内掲示板で、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリまたはウェブサイトからお願いします。さあ、メッセージも届いているということでございます。早速紹介させてください。東京都37歳女性会社員の前世は猫さん。前世は猫さん、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私が当選できそうなのはあだ名が多い人総選挙です。あだ名が多い人総選挙、ざっと数えても20個あります。え、どうして。名字にまつわるもの、下の名前にまつわるもの、はい、名前には何の関係もないもの、はい、中には1人か2人にしか呼ばれていないものもあります。うんうんうん、すごい。なぜこんなに多いのかはよく分かりませんが、みんなに好きなように呼んでもらっていたらこうなりました。はい、ちなみに名前に関係のないあだ名の中で面白いのがスルメちゃんです。スルメちゃん、噛めば噛むほど味が出る、つまり話せば話すほど面白いからだそうです。うわー、いいじゃないですか。本部長や秘書は何個くらいあだ名がありますか。僕は
芸能に入ってからの名前が少し散らかってまして、うん、カリカというコンビで出ましたので、カリカヤシロだったんですけども、はい、時計ヘムさんで教頭のヤシロというラジオやらせていただいたんで、うん、教頭先生と呼ばれることもあれば、解散したんでマンボウになりまして、うん、その後にここやるようになったんで、今は外で本部長と声かけていただくこともあればですねそれから、今は、ニューカリカの社なんで、はい、ちょっといろいろね、あの芸名というかその名前が、ばらつきがあるなという感じですけども、はい、秘書は、うん、例えば地元の時もね鹿児島ですけども、はい、含めてどういったあだ名がミポリンとかありましたね、うん、小学生中学生さんの時は浜美穂、浜美穂ね、浜崎美穂で浜美穂、はい、いいじゃない、はい、浜美ちゃん、はい、美穂城、うん、美穂とって城って呼ばれたりとか、うん、もうそれ違う話だね、うんうんうん、お嬢の城ね、浜ちゃんとか、うん、浜ちゃんね、ちゃん浜とか、もう僕がよくちゃん浜って呼ぶけどね、うん、なるほど、たくさんある方ですね、はい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 、ね、意外とでもね、今の方の猫さんもそうだけど、いろいろな20個以上ってすごくないですか。だから多分人気者なんでしょうね、うん、すごい、はい、素敵な話でございます。あだ名総選挙があれば当選確実ということでございます。ハンコ。続いて埼玉県37歳女性、自営自由業の若作りのまーさん。わーさん、まーさん、まーさん、失礼しました。お疲れ様です。お疲れ様です。人の顔が覚えられない選挙なら当選確実です。はい、特徴がある人なら割と覚えられるのですが、似たような顔の人が全く覚えられません。はい、どうしても声をかけなければならない場面で勇気を出して声をかけたら全く違う人だったということがこの1ヶ月で 3,4 回はありました。うわ、多い。ショートカットでキリッとした女性とか、丸坊主でガタイのいい男性とか、頑張って覚えてるつもりですが、同じような人がたくさんいるんですよね。本当に困ってるし悩んでいます。ね、顔覚えられる、名前覚えられる方からすると、なんか怠慢なんじゃないかとかね、ちゃんとその他人に興味がないんじゃないかみたいに言われちゃうことあるかもしれないですけども、これって本当に足早い遅いじゃないですけども、人によって本当に頑張って覚えようと思っても難しい人っていうのは世の中にいらっしゃいますし、はい、それからここ1年半でいくとマスク、これね、わかんないんですよ、結構。しょっちゅう会ってたはずなんだけど、マスクでしか会ってないんで、なんか格好でうっすらとしたシルエットで覚えるしかなかったりとか、はい、結構難しいですよね。困ってる方もいるんじゃないかなと思います。顔を覚えられないんだったら、総選挙があれば、当選確実。ただ悩んでらっしゃるということなんでね。はい、少しずつでもですね、なんかエピソードを作りながらその方との関係性が厚くなれば、もしかしたら顔を認証できるできないとは別にですね、名前も覚えやすくなるかもしれませんし、ちょっとずつやっていきましょう。ハンコ。さあ、いいことでもですね、ちょっとネガティブなことでも面白いことでもですね、何でもいいです。どんな総選挙があればですね、選挙があれば当選できるのか、どんどん送っていただけたらなと思います。お聞きいただいたのは不明確な正解、魚もんでございます。スカイロケットカンパニーです。スカイロケットカンパニー、小池屋歌エール。日本のジャガイモは美味しい。日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。ここからの時間は小池屋歌える。夕方5時台、ちょっと疲れが見えてくるこの時間、このコーナーでは曜日ごとの選曲テーマで働くあなたに音楽でエールを届けます。週初めの月曜日は桜歌。月曜日の桜歌では、早めに仕事を終えたいあなたに送る仕事がサクサクはかどる一曲をご紹介、さらにリスナーの仕事がはかどるリクエストもお待ちしています。さあ、今日メッセージご紹介するのは徳島県48歳男性、中学校事務員のじゅんさんです。じゅんさん、徳島県四国からありがとうございます。本部長秘書、リスナー社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。
私がリクエストする作歌は和田アキ子さんの夜な夜なダンスです。はい。仕事で落ち込むことがあったり、やらかしてしまった時でもこの曲を聴くと心に元気が湧いてきて、よしまた頑張ろうと気持ちを鼓舞してくれます。週の始まりの月曜日、憂鬱な気分をこの曲で吹き飛ばしたいです。やっぱちょっと月曜日ってカレンダー通りでお仕事なさってる方々からすると重い日でもありますしね、はい、何かがある方はですねサクサク、進んでいただけたらなと思いますし、中学校事務員ということで、この本当に去年から大変だと思いますね、中学生の心のケアだったりとかカリキュラムの変更なんかもいろいろ大変なことはあると思いますけども、本当にお疲れ様でございます。四国徳島県から書き込みありがとうございます。それではですね、じゅんさんからのリクエストいきましょう。さあ最高でございます。和田アキ子さんの夜な夜なダンスということでカバーになりますよね。ちょっと話題になってるということでございますけども、仕事じゅんさんはかどってるでしょうか、どうでしょうか。皆様からの作歌お待ちしています。応募はスカロケのホームページから歌える特設サイトにアクセスしてください。採用された方には小池やお菓子の詰め合わせをプレゼントします。またこのコーナーの選曲プレイリストは Spotify で公開しています。 Spotify を立ち上げて小池屋で検索してみてください。さて本日ご紹介するのはスコーン濃密野菜10種類の野菜です。カリッとサクッと美味しいおなじみのスコーンから革新的な新商品が本日登場しました。スコーンならではの濃厚な美味しさはそのままに、なんと食塩不使用を実現。トウモロコシと10種の野菜、トマト、パプリカ、カボチャ、オニオン、ニンジンなどなど、自然な美味しさを凝縮した濃密野菜スコーンです。野菜の甘み、酸味、旨味をたっぷりしっかり味わえて、しかも食塩不使用、ちょっとした休憩の時にも食べられる心と体に優しいご褒美スコーンです。これ自然の旨味で、そうすごっ、食塩不使用なんですよ。むちゃくちゃ美味しいですよね。私たちもずっと、あうんうんうん、優しい、美味しい、本当に優しい、優しい、美味しいね。小池屋さんどんなペースで新商品作ってます？毎週出てます。前確かにお話伺ったけど冷静に考えて毎週で、今日は一つだけど、はい、週によっちゃ二つとか三つ紹介することあるじゃない。そうなんですよ。現場どんな感じになってます？本当ですね。いやこっちはね、うん、いろんな味が楽しめて嬉しいんですけど、ぜひ皆さん、おいしい、うん、こちら本日より全国のコンビニスーパーで展開しています。ぜひ私も食べたよという方はハッシュタグツイッターで歌エール、歌は漢字、エールはカタカナで横棒2本歌エール、こちらをつけて投稿もお待ちしています。先ほどの、夜な夜なダンス、フレデリックさんのカバーではなくてプロデュースということでした。大変失礼いたしました。スカイロケットカンパニー小池屋歌エール、日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りしました。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー、番組ではツイッターも走らせています。本部長のマンボウヤシロです。ツイッターのハッシュタグはカタカナでスカロケです。ぜひ何でもつぶやいてください。秘書の浜崎美穂です。はい、今日オープニングでですね V6 さんのメドレーかけさせていただいた時も皆さん多くの反応いただきました。ありがとうございます。ライブ行く方は気をつけて、そして最後のねライブになると思いますけども、ぜひ楽しんできてください、うん、ライブ行けない方々はですね、悔しい思いしてる方もいると思いますけども、そういう方々にも向けてかけさせていただいた所存でございます。大丈夫でしょうか。はい、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さあということで本日はですね、私ってこんな人案件、この選挙なら当選確実、言ってみましょう。どんな選挙が世の中にあればですね当選確実なんでしょうか。
千葉県、はい、34歳男性、はい、公務員の失礼しました会社員のゴミ捨て場の敗者復活戦さん、はい、配給ということでね敗者復活戦さん、はい、本部長秘書リスナー社員の皆さんはお疲れ様です。お疲れ様です。本日の案件、私が職場で身につけた特技として、どんな着信にもワンコール以内に取れる特技があります。素晴らしい。早い。店長職という仕事柄、勤務時間中だけでなく休みの日もトラブルがあったら連絡が来るため、迅速に対応するために身につけた特技です。はい。なので電話越しによく、え、早っ、店長もしかして電話来るの分かってましたと驚かれることもありました。分かってましたよ、そろそろおかけになるんじゃないかとっていうこともあるのかもしれないですね、話の流れで。しかしそのおかげでお店のトラブルやクレーム対応も素早く対応できています。大事なことですね。したがって私は職場の連絡がつきやすい総研総選挙があったのなら当選確実です。大事ですね、やっぱりトラブルあった時なんかにすぐ対応というか連絡が取れるというのは、うん、ワンコール以内、はい、プルルルルいないってことですよね。早い店長ということで敗者復活さん、ハンコ。続いて茨城県26歳男性、会社員の陸のペンギンさん。陸のペンギンさん、野良猫と仲良し総選挙に立候補します。いいハンターになりますね。はい。私は過去3回引っ越しをしたことがあり、その度に近所の野良猫たちと友達になっております。はい。やり方は顔を合わせるたびに挨拶をして警戒心を解いていきます。ご挨拶なんだ、人と一緒なんだ。はい。ご近所への配慮で餌はあげず毎回挨拶をするだけです。こんにちは。はい。半年から1年くらい続けると徐々に警戒心が薄れていくので。結構長いスパンでやってるんですね。近づいてって触らせてくれるようになったら持ち前の撫でるスキルで進行を深めて完了です。持ち前の得意の撫でるスキル使うまでに半年から1年待つってことでしょ。すごいよ。はい、はい、昔からなぜか動物に好かれやすいタイプなのと、実家で保護猫を飼っているので、うんうん、扱いに慣れているのが大きいかもしれません、うん、はい。もちろん野良猫なので人が通ったり機嫌が悪いと逃げていきますが、現在は近所で5匹ほど野良猫友達がおり、うわ、遭遇すると撫でて癒されています。人の票では負けても猫の票も集めたら当選確実です。すごい。自分の家の近所に猫、野良猫、仲いいの5匹いるだけでも生活潤いますね。楽しいです。いやー、うん、すごい才能だと思いますね。良きハンターになるんじゃないんでしょうか。ハンコ。さあ、お聞きいただいているのはですね、猫の恩返し映画ですね。それの、主題歌になるんでしょうか。辻彩乃さんで風になるでございます。さあ、今日は私ってこんな人案件、この選挙なら当選確実、お届けしております。静岡県45歳男性、会社員の一強さん。一強さん、静岡からありがとうございます。皆様お疲れ様でございます。お疲れ様です。この選挙なら当選確実案件、ちょっといいですかと声をかけられる選挙なら開票後に即当確です。はい。出張先への移動中や滞在中の買い物の時もそうですし、奥さんとショッピングモールや商店街を歩いていてもそうですが、インタビュー的なものによく捕まります。テレビで流れたことも数回あります。はい。会社の同僚には話しかけていいよオーラがダダ漏れだからと言われます。優しい方なんでしょうね。確かに拒否感は出してはいないと思いますが、街中で話しかけられるのが苦手な同僚や友人は察知して姿を隠すので、いつの間にか一人になってインタビューを受けている状況になることもしばしばです。なるほど。僕は本当に、職質選挙があればですね、割といいところ行くんじゃないかなと思いますけど、最近はないですけども。いや、一強さんすごいっすね。もういろんな人を話しかけやすい空気持ってるっていうことはね。ね、だってきっとあの人なら大丈夫っていう気持ちで話しかけるので、はいはいはい、ね、別にテレビ局のねインタビューの人だけじゃなくて、多分おそらくいろんな人が声かけやすいというか、はい、道に迷ったりとかですね、何か探してる時なんかも声かけやすいのかもしれませんね。うんうんうん。ハンコ。続いて
神奈川県22歳女性、会社員の和室の畳さん。和室の畳さん、お疲れ様です。お疲れ様です。私はレジに行きたがらない代表選挙なら当選確実だと思います。ちょっとわかんないですね。レジ直前で財布やスマホ決済用に携帯を出そうとするとすぐに見つからなかったりするので、私はなるべく早くから準備をしておくのですが、その素振りが万引きに見られたらどうしようと小さなことで悩んでしまいます。いや、まあわかります。怖いですよね、勘違いされたらどうしようっていうのは。その他にもレジで小銭を出すとき手こずって落としたり時間がかかったりして迷惑をかけたらどうしようなど、はい、ちょっとしたことで慌てたり悩んでしまう私、はい、最近はもっぱらネットショッピングに頼ってしまっているため、うん、余計にレジに行くのが下手になっている気がします。はい、全く誇らしくない代表ですが、当選は確実だろうな。レジうまくいかないことありますよ。最近ではクレジットカードなんかもコンビニなんかも早いんで払えますけども、ちょっとこう小銭入れに小銭溜まってきたなみたいな感じで、じゃあ現金でなんつったらもう思ってる以上に入ってて、すいませんすいませんってその店員さんに言いながらも後ろの人に聞こえるように、ちょっとすいません申し訳ございませんなんて言いながらも出したりとかですね、はい、そのレシートいらないですって言おうと思ったところをドギマギしちゃってお金だけくださいって言ったりとか、なんか言い方が良くなかったなって帰りに反省したりとか、僕もあんまりレジ得意じゃないんで、すんごいわかりますね。畳さんのこのレジ不安というか、レジね、わかります本当に。でも大体優しいですから店員さんも、普通に行けばですね対応してくださると思いますので、ハンコ。東京 FM 半蔵門より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。の浜崎美穂です。さあ案件いきますか。いきましょう。私ってこんな人案件、この選挙なら当選確実。東京都39歳男性、会社員ののんくんパパさん。のんくんパパさん、リスナー社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私はスーパーオンチです。スーパーオンチ、アカペラはもちろん音楽番組でテレビを見ながら歌っても音程リズムが合いません。わかります。子供と一緒に鬼滅の歌やアンパンマンの歌など歌うんですが、子供にパパちゃんと歌って、パパ何の歌歌ってるのって言われてしまう始末です。鬼滅難しいしな。また何年もカラオケには行っていませんが、自分の歌声に気分が悪くなるので絶対に歌いません。ラジオ長くやらせていただいておりますけども、ラジオなんかやってるとですね、その日かかる楽曲によっては、空で歌えるものもありますので、口ずさんだりなんか気持ちよくしてるとですね、目の前の浜崎さんがニタ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 してますんで、ん何ですかって聞くと、はい、全部半音ずれてますえっつって、全部ドア玉からサビから全部、はい、全部ずれてます。もうだからね、歌えない、もうトラウマで何回も言われてるから自然に口ずさむ曲があるので。あ、大丈夫ですか、うん、本当に音痴な人っていうのはもうさっきの顔を認証できるかできないの話かもしれないですけど、はい、苦手なんですよ。もうこれはもうどうしようもないんですよね、うん、だから僕もいいところまで行くと思いますよ、選挙があれば。本当にこれどうやったって無理なんですよね、リズムとか。あ、リズムも取れないし、だから ね、すっごいわかりますよ今の書き込みなんていうのは、うん、辛いんですよ。上手に歌が歌える人生だったらもうちょっとキラキラしてたのかなとか思うわけですよ本当に。歌いたい歌が歌えないって結構辛いよ。あ、本当に辛いんですから。はい、まあね、でも頑張っていきましょうハンコ。タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。6時です。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。
月曜日でございます。ちょっと重たい方もいらっしゃるかもしれませんけども、6時でお仕事終わりの方々お疲れ様でございます。お疲れ様です。週末にですね、ありがたいことに豊洲ピットという大きな会場で吉本のライブがありまして、はい、それこそ本当にチュートリアルさんが2日間の鳥のネタを務めたりとかですね、EXITが出たり、ミキが出たりですね、マジカルラブリーが出たり、ニューヨークが出たりとか、まあ豪華なメンバーでそこの総合司会を2日間やらせていただいたんですけども、はい、初日終わってですね、基本的にはエゴサーチあんましないんですね。悲しいこと書かれてたりするんで、うん、で爆音寄せというライブだったんで、ちょっとどうかなと。お笑いのね MC も久しぶりですし、はい、爆音寄せマンボウで検索したらですね、はい、割と早めに、うん、爆音寄せか、あー見に行きたいな、でも司会マンボウやしろか、ラジオだけやっとけって書いてありました。なんと急いでスマホ閉じましたけどラジオだけじゃやるわって思いながら、ラジオ以外もやってみようと思いながらたくさんやってますよ。もう最後の方まで読んだら嘘って書いてあったけど、いや絶対嘘じゃないと思いながらね、嘘でわざわざそんなこと書かないでしょ。ムキッとしましたけどね、本当にね、エゴさせてくれるかなと思って。いやそれをだから2日目のライブでは言ったんですよ。そんなことがあった、はい、でやっぱお客さんも笑い起きるじゃないですか、うん、そしたらやっぱりすごいもんで1000人ぐらい入ってたんですけども、はい、そのトークを受けて、うん、わざと悪口をね、エゴサしするんだったらみたいな感じで書いすごい、SNS って元気だなと思いましたね。本当にSNS は元気、もう本当にエゴサなんかするもんじゃないなと思いましたけどもね、そっからしてないですけどもさあということでね、週末いろいろバタバタ、世の中的にも選挙も含めて大きな動きございましたけども、はい、皆さんいかがだったでしょうか。そしてですね、今日もオープニングで言いましたけども、東京都の新規感染者はですね9人ということで、昨年の5月以来という少ない数字になりました。飲食店の方々もですね、だいぶ制限も緩和されてきました。いかがでしょうか。人流も増えてますんで、お店の方もなんとかね、バイトの人見つからなかったりとか、従業員の方の問題だったりとかですね、いろいろあるかもしれませんけども、ちょっとこの儲けは戻ってきましたかね、週末からどうでしょうか、どんな感じでしょうか。うちの番組ではですね、ですね、9月ぐらいからですね、飲食店応援掲示板というものも作らせていただいております。ちょっとでもお役に立てればなと思っております。応援というほどおこがましいことではなくてですね、皆さんがおすすめするお店なんかを情報を一手にその掲示板に集めたくて、それからお店をやってる方も宣伝で、もし よろしかったら使ってほしいなというふうな考えでございます。紹介させてください。東京都30歳女性、会社員のプーさん。プーさん、本部長秘書、リスナー社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。先日ツイッターの日本のごちそうプレゼントでいただいたすだち、はい、馴染みのお店に持っていきました。はいはいはい、いいですね。おいしく料理してくれました。はい、ひらくやオステリアというお店です。自由が丘という道所になりますが、来た時にはぜひ北海道出身のシェフたちが作る美味しい料理と美味しいご飯を食べに来てください。北海道グルメのザンギやラーメンサラダ、あら本当に美味しい食べ物とお酒があります。北海道にはなかなか行きにくくても、自由が丘という道所になりますが、来たらぜひ立ち寄ってください。その嘘になりますがって何、その自由が丘からちょっとずれてるんでしょうね。ちょっとずれてるのかもね。ちょっとずれてるから、でもいいじゃないですか、自由が丘って言っていいんじゃないですか。もう一度、お店の名前の方をお願いいたします。ひらくやオステリアということで、東京都世田谷区奥沢にありますね。はい、それどういう字ですか、うん、全部カタカナとか。カタカナでこちらのメッセージに分かれてありますが、ひらくや、はい、ひらくやオステリアでございます、うん、皆さん気になった方はチェックしていただけたらなと思います。北海道の美味しい料理とお酒が堪能できるということでございますので、よろしくお願いいたします。書き込みもありがとうございます。さあということで、ここからの時間はこちら、キリン一番搾り、あなたにコングラチュレーション。自分の誕生日、大切な人の誕生日、初めて付き合った日、会社に受かった日、両親の結婚記念日、何かを始めた日、周年などなど、あなたがお祝いしたいこと、スカロケからあなたにコングラチュレーションズの乾杯をお送りします。家事に残業に忙しい毎日だとは思いますが、一旦手を止めて
特別な記念日に乾杯しませんか。メッセージが紹介された方には番組ステッカーをプレゼント。神奈川県30歳男性会社員の尻に敷かれる元パリピさん。元パリピさん30歳の方、はい。八代本部長、浜崎秘書、お疲れ様でございます。お疲れ様です。初めてメッセージさせていただきます。ようこそ。今回お祝いしたいこと、本日なんと30になりました。節目の年ですね、はい。30、感慨深いです。10年前の私は妻にこんなに尻に敷かれる人生を全く想像していなかったでしょう、はい。今朝も家を出るまで妻からおめでとうではなく、先ほどおめでとう誕生日覚えてたよと言い訳のような LINE が来ました。いや可愛いじゃないですか、おめでとう誕生日覚えてたよとね、笑いと、はい。そんな私ですが、家族のために毎日仕事を頑張っています、はい。営業をやっており、毎日リモートワークなんですが、家から30分くらいの実家に来て、朝8時くらいから遅いと0時ぐらいまで座りっぱなしで仕事です。長いですね。お疲れ様でございます。石像になりそうです、はい。腰は砕けそうです、うん。目も肩もぶっ壊れそうです。あらららら。そんな中スカロキを聞くようになり、毎日一番疲れてくる時間をなんとか乗り越えています。0時までですよ、はい。なんとこの30というなのでこの30という節目のお祝いを、仕事中の手を止めてお二人とお祝いできたらめちゃくちゃ嬉しいです。皆さんいろいろ本当にお忙しい日々の方も多いと思いますけど、そんな中でちょっとね、記念日ぐらいは手を止めて一緒にお祝いしましょうというようなコーナーでございますので、はい、まさにぴったりかなと思いますし、ずっと聞いてくださってて初書き込みということで、心身ともに今相当疲れてるのかもしれませんね。奥さんからも優しいラインだなと思いますし、元パリピでね、自分が10年後にですね、20歳の時にこんなに尻に惹かれてるとは思わなかったって言いますけど、でもそれぐらいがね、僕はね、パートナー関係っていうのはいいんじゃないかなと思うんですよ。かっこいいですよ、はい。家族のために毎日遅くまでお仕事なさってるんですもん。それでは本部長、リスナー社員の尻に敷かれる元パリピさんへ向けて、早速お祝いの乾杯しましょうか。はい。いや、もう本当にお疲れ様でございますね。え、やっぱりどっちかって言ったらね、男の人が偉そうにっていうような時代じゃないと思いますし、ね、奥さんからも愛のある LINE も来てますし、ぜひ家族でね、お祝いなかなか時間的に難しいかもしれません。番組でお祝いさせてください。おっと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 ということで、キリ一番搾り飲んじゃってください。尻に惹かれる元パリピさん、コングラチュレーションズ。乾杯。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウ八代です。秘書の浜崎美穂です。さあ月曜日でございます。こちら、スカロケ K バックマンデー。 K バックマンデー。さあということで、10月の最後の日、10月31日天皇賞秋 G1 でございます、行われましたけども、はい、おそらく今年一番のレースだったんじゃないかなというレース。最後にね、まあ、有馬記念がありますけども、うん、年間の中で盛り上がるレースはどこなんだって考えた時に、はい、もう出走前からですね、ここが今年のピークなんじゃないかということで、コントレール三冠馬でございますけども、それからグランアレグリア現役最強馬と、うん、そして今年のチャンピオンエフフォーリア、この3頭がですね、こう対決するということで、はい、走ってみた結果、この3頭で決着でした。で、3番人気、1番人気、2番人気の順番でゴールしましたんで、うん、エフフォーリアからですね、取った方なんかもですね、ただ渋いんですよね、馬単51でも 8.5 倍ということで、3連単でもですね、一番、まあ、高くついた方だと思いますけども20倍ということで、取り紙を起こした方もいろいろいるんじゃないかなと思いますけども、はい、エフフォーリア3歳のですね、ボバでございます、男の馬ですけども、横山武史ジョッキーがですね、乗っておりましたけども、まだまだお若いジョッキーでございます。初めての嬉し泣きをするというようなことも起きました。
福永さん、ルメールさんが2着3着という感じでございます、うん、はい、うん、取った方々おめでとうございます。あ、騎手は先週もこの方々でしたよね。え、そうですか。ワンツースリー、あー、うん、調子いいですね。福永さん今年調子いいし、ルメールさんももちろん調子いいんですけど、勝ちきれてない部分はあると思いますけども、横山武史騎手だったりとか松山騎手だったりとか、いろんな選手が、勝ちを上げててですね、楽しい、混戦模様となっておりますけども、はい、どうでした、どうでしたか。私はですね、もちろん、戸崎騎手がですね、4番人気のカレンブーケドール、はい、それから池添騎手もですね、モズベッロという馬に乗ってましたし、その辺から、まあ、いろいろこう手広く行かせていただきましたけども、はい、古典パンでございます。古典パン、古典のパンでございます。これはですね、最近ちょっと勝ってたんで、ここだと今年のピークだということで、結構な額行きました。古典パンでございます。下手だな、下手だな、下手、もう勝ちがなくなった感じ、うん、外れた割にはよく喋りましたね。外れている時ほど喋らせてよそうでしょうよ、勝ってる時あんま喋りたくないのよ、なんかかっこつけた感じになるから、負けた時ほど喋らせてください取った方々おめでとうございます。その涙が朝がにしんだ。ここ最近のアニメもたくさん見させてもらってます。 MX さんから NHK さんから始まってですね、まあ、ワールドトリガーの新しいシリーズ始まったりして楽しみに見てるんですけども、そんな中で前評判全然聞いてなくて、僕はあんまり調べないでとにかく見ちゃうんですけども、王様ランキングっていうのをやっていて、めちゃくちゃ面白いんですよ。泣きますね、こんなに面白いんだっていう感じ。童話をアニメで読んでるような見てるような感じなんですけども、それのオープニングが今お聞きいただいてるキングヌーでボーイなんですよ。もちろん今は鬼滅なんかもやってますし、それから進撃なんかもこう始まりますんで、いろいろこう話題作も多いんですけども、まあ有名は有名だと思うんですけど、王様ランキングもですね、ぜひ皆さんどっかで、動画配信サービスなんかで追っかけて見れるようだったら、ぜひチェックしていただけたらなと。とっても素敵な作品でございます。お疲れ様です。ほう、スカイロケットカンパニー桃屋の秒飯、味を大切にする桃屋の提供でお送りします。さあ、ここからは皆様に、夕方に皆様の食欲をそそるこの企画、桃屋の秒飯。スカロケリスナーが考案する桃屋の商品を使った超簡単でまさに秒でできる秒飯の作り方を毎週ご紹介させていただきます。桃屋の商品と身近な食材をアレンジするだけよ、桃屋。11月のテーマは心も体も温まるホット秒飯。今日はどんな秒飯を紹介していただけるのでしょうか。リスナー社員さんとお電話がつながっております。もしもし、もしもし、こんばんは。こんばんは。スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。仕事でクタクタですもうこれは別に今思ってること言ったんじゃなくて、ラジオネームですよね、うん、はい、そうです。仕事で、今日はお仕事でした。今日は仕事なかったんでクタクタじゃないです。あ、よかったです。本当に日頃クタクタの中ですね、ラジオ聞いてくださってありがとうございます。こちらこそです。今日はごゆっくりできました。あ、今日はスカロケに出れてハッピーな日になるからと思って、この幸せをお裾分けしなきゃと思ってヘアドネーションに行ってきました。わー、髪の毛ヘアドネーション。ヘアドネーション、はい、ヘアドネーションって何ですか。はい、うん、髪の毛を寄付するんです。寄付、はい、はい、髪の毛の寄付する、カツラにしてもらう。はー、うん、あ、そういうのがあるんですね。はい、あ、じゃあお裾分けみたいな。お裾分けを、あ、お疲れ様でございます。はい、そして僕が言うことじゃないですけどありがとうございますありがとうございます。さあ、ということで、はい、はい、それでは仕事、はい、クタクタさん、今回の心も体も温まるホット秒飯は一体どんなメニューでしょうか。はい、ニンニク味噌の卵かけご飯です。ニンニク味噌、早速レシピを教えていただけますか。はい、桃屋さんの刻みニンニクとお家にあるお味噌を1:1ぐらいで混ぜます。
それをご飯にのせて溶き卵をかけて混ぜて完成です。はい、これをかき込んで食べていただければ。おお、あったかいご飯に、はい、めちゃくちゃ簡単ですね。簡単です。はい、楽でございます。スタジオにも用意していただきましたが、いい香りがしますね、本部長。これはだから醤油かけるとかじゃないってことですよね。卵が。そうです。お醤油の代わりにお味噌とニンニクなんです。はいはい、そういうことですね。はい。はい、簡単でございますけども、秘書行ってみましょう。では、ご飯をもりもりいただきたいと思います。はい、どうぞ。いやー、ニンニクもたっぷりです。うん。おー、元気になります、この味は。なるほど。うん、はい、温まるし。そうなんです。あー、合う。お味噌とニンニクと卵と。いただきます。うんうん、あ、あ、うまい。おいしい。これは合う。うん、お口に合いますか。あ、お口に合いすぎてます。もう疲れた時にすごく体に染みて美味しいと思うんです。え、本当ですね。刻みニンニクと味噌を混ぜただけですよね、言ったら。そうですね。こんなうまいですか。ね、美味しいですよね。美味しい。すごい手間をかけた味ですよ。なんかお味噌のコクとニンニクの旨味が感じられて、はい、はい、全然醤油いらない。全く。いや、これうまっ。なんかどんどん味わいが広がっていけますね。え、これちょっと新しくない？お味噌とこのニンニクの、え、うん、お店なんかでこう締めなんかでこれ出してもいいんじゃないかな。そんな感じですよね。本当に。うーん、うまい。美味しいです。あー、元気出ます。ありがとうございます。ニンニクで元気になる感じで、うんうん、はい、いや本当美味しいです。疲れた時に美味しいです、うんうん、パワー出ますね。最後になりますけども、はい、何か伝えたいこと言いたいこと等あれば。あ、私リスナー社員の皆さんの投稿がすごく好きで、あと本部長と秘書のやり取りも大好きなので、皆さんが体に健康に気をつけて楽しいことたくさんあることを祈ってます。優しい。いや、くたくたさんもね、気をつけてくださいよ、本当に。ご自愛くださいね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで、くたくたさん、ごちそうさまでした。今回ご紹介した桃屋の刻みニンニクは、生のニンニクの美味しさをぎゅっと瓶に閉じ込めた桃屋の大人気商品です。良質なニンニクを丁寧に刻み、チキンブイヨンや粗挽き唐辛子、黒胡椒を加えた、まさに食べる調味料です。しかもローストしたニンニクの旨味も加えていますので、生のニンニクでは味わうことができない香ばしさも味わえます。もちろん香料は一切使用していません。本日ご紹介しました秒飯はスカルケのツイッターにもアップします。はい、美味しいです。今もずっと食べ続けておりますけども、今回でも本当に楽なレシピで、皆さんからですね、楽で美味しいレシピをお待ちしております。今月のテーマは、心も体も温まるホット秒飯です。超シンプルで大丈夫ですよ。10秒で完成。そんなレシピ気軽に送ってください。投稿していただいた方の中から毎週5名様に桃屋人気の瓶詰め6種類、ご飯ですよ、辛そうで辛くない少し辛いラー油、刻みニンニク、刻み生姜、穂先メンマやわらぎ、味付けザーサイ、こちらをセットにしてプレゼントします。詳しくはスカロケのホームページから特設サイトをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしています。あなたの秒飯で僕たちをうならせてください。 TOKYO FM Brand New Song。 あれほらシャラくん、シムサイモニーハスカム、 Are you ready for it for お送りしたのは TOKYO FM Brand New Song、 3ピースメロディーパンクバンド R、 10月13日にリリースされたアルバム Kickers からモーニングでした。
Sky Rocket Company です。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。この時間は11月度我が社のスカレコレコメンドソング、スカレコ社員の歌を発表します。アーティストさんに1ヶ月間楽曲を1曲お借りして番組内でかけ続けます。先月まではですね、金寄勝さんの今日の歌、先週の木曜日にゲストにも来ていただきました。とっても素敵な出会いがあったなと思います。そのミニアルバムをこの週末も何回も聴きましたし、放送は終わってからちょっとお話しさせてもらったんですけども、東京 FM で10時からやってるスクールオブロック、僕が喋らせていただいてる時期にですね、結構聞いてたというような話もさせていただいて、今後ともね番組とちょっとお付き合いしてっていただけたらなというようなお話も事務所の方とさせていただきましたし、なんかやっぱり1ヶ月かけさせていただくということで、大事な楽曲になりますし、距離も近づくし出会いもあるなと思います。今月のスカレコ社員の歌もですね、秘書と僕はですね、アーティスト名も何も知りません。ラジオの前の皆さんと今から一緒に聴けたらいいなと思います。それでは行きましょう。ラジオからかかってる楽曲でございますけども、他の方々と一緒にですね聴いていただけてもよろしいとは思いますが、ぜひまあラジコだったりなんかでですね、一人でイヤホンなんかでこの楽曲聴きながら、ちょっと僕もですねイヤホンで聴いてみたいななんていう風に思いながら今聴いておりましたけども、11月でございます。どういった月になるか分かりません、世の中の動き的にも。ただこの楽曲があることでなんかこう明るい、明るい、決して明るいってわけじゃない、でも曲調は明るいし、そのやっぱり前に向かって進むエネルギーのある楽曲だと思いますし、それぞれがそれぞれの価値観でですね進んでいくための何か力になってくれるような楽曲があるっていうのは今月も頼もしい限りだなと思いながら聴かせていただいておりました。2021年11月度のスカレコ社員の歌は、大阪府出身の3人組4ピースロックバンドハンブレッダーズで再生。11月24日にリリースされるセカンドフルアルバムギターに収録されていますが、3人組3ピースロックバンドですね。失礼いたしました。11月24日にリリースされるセカンドフルアルバムギター、ぜひチェックしてください。スカイロケットカンパニー、スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。ゆうじです。お疲れ様です。吉田明夫です。明日のワンモーニング、コメンテーターはバズフィードジャパンニュース副編集長の神場亮介さんです。7時台のニュースコーナーでは、日本初の小学校低学年向けの体育支援サービスを取り上げます。そして8時台のゲストは、デザインの会社で初めて上場したスタートアップ、株式会社グッドパッチの土屋直文さん。ワンモーニングは明日も朝6時スタートです。さあ八代本部長、ちょっとね八代本部長とはあまりこうスポーツの話とか運動の話っていうのをしたことがなかったんですけど、体育どうですか、得意でしたか、苦手でしたか。体育好きでした。ずっとサッカーとバスケットをやってましたんで、大学も途中まで、部活まで行かないですけど体動連でバスケやらせてもらってましたけど、ただ水泳が本当に苦手なのと、リズム感がないので縄跳びがダメなのとですね、機械体操、もうこの辺は壊滅状態でございました。お疲れ様です。スカロケ競輪部、日本が生んだ世界のスポーツ、競輪の提供でお送りします。ここからの時間はスカロケ競輪部、競輪のスペシャリストをお招きして初めてでも分かる競輪について教えていただくスカロケ競輪部。今日お越しいただいたのは、公益財団法人 JKA 広報部広報宣伝課の細川佳穂さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。細川さんはもう4回目ぐらいですか、はい、ほぼ準レギュラーとしてですね月曜日に出ていただいておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですねどういったことを教えていただけるんでしょうか。はい、今日は競輪を発祥を記念する第63回朝日新聞社杯競輪祭についてお伝えします。朝日新聞社杯競輪祭とは、今年は11月の18日木曜日から23日火曜日の6日間北九州市の小倉競輪場で開催されます年内最後の G1 レースです。実は競輪祭で12月30日に開催される競輪界最高峰のレース競輪グランプリ2021への最後の出場者が決まります。なるほど。あ、これで最後の切符を手にする選手が出てくると、はい、いうことなんですね。6日間長いですね、はい、開催ということでございます。このレースの見どころどういったところになりますでしょうか。はい、先ほどもお話ししました一着賞金1億円オーバーの競輪グランプリ2021への出場権をかけた熾烈な出場権争いが繰り広げられます。競輪グランプリへの出場権は G1 で優勝するかもしくは今年の1月から競輪祭までの総合の獲得賞金上位者が得ることができます。なるほど。で、競輪祭の優勝賞金額は3500万円もありますのでそちらに目が行きがちですが2着も1700万円3着も1000万円以上ありますので決勝進出ができた選手は大幅に獲得賞金を積み増せる可能性があります。最後まで競輪グランプリへの出場権をかけた熾烈な戦いからは目を離せません。3着以内でも1000万円以上の賞金が出るんですね、はい、すごい。そしてですね年末に開催される競輪グランプリ2021これって何人ぐらいの選手が出れるものなんですか。はい、選手は108名とあと補欠で8名が参加されます。あ、なるほど。そこでまたその期間の中で熾烈を競うというか、はい、争うという、はいことですね。どんな選手が出場されるんでしょうか今回は。はい、はい、私が注目している選手を紹介します。以前もお話しさせていただきました、岐阜支部所属の山口健也選手です。9月に岐阜県臨場で開催されました G2 レースである共同通信社杯にデビュー後史上最短の、479日で優勝した、有望の若手選手です。獲得賞金ランキングも現在第8位とグランプリ出場に向けてこれからの競輪界を担う若手選手となっています。8位。はい、数いる選手の中で今現在8位ですか。はい、すごい。じゃあもうほぼ出場はまだまだ、ね、年末のはこの皆さんビサで戦ってますのでこれでまあ2着で1700万取ってどうなるかとか3着で1000までどうなるかっていうような感じで、はい、かなり熾烈な争いになってます。だからこそこの朝日新聞社杯競輪祭が大事になってくるっていう、はい、かなり大事になってきますことですね。はい、会場である小倉競輪場の特徴何かありますでしょうか。はい、日本で最初にできた競輪場で競輪発祥の地と言われています。はい、あ、小倉なんですか。一番小倉が始まりとなります。はい、はい、で小倉競輪場はドーム型の屋内バンクで屋内ですので天候の影響をあまり受けないので特に先頭を走る選手の脚力が発揮されやすい競輪場となっています。新潟は外でしたっけ。はい、そうですよね。そして最後直線が長いと、はい、これやっぱり会場もちょっとずつ僕も覚え始めてますんで、はい、小倉は完全ドームですね。はい、風などの影響を受けづらいということでございますし、あとは天候受けにくい以外にどうそのなんていうんですか、どこか直線が長いとかそういうことはないんですか。ですね、はい、ドーム型の競輪場が全国に2つしかなくて、はい、そのうちの1つが小倉競輪場になってます。はあ、はい、だからガチの勝負ってことですよね。そうですね、はいはいはい、強い人が勝つようなレースが多くなってくるのかもしれません。はい、うん、さあということでこれ行きます何かこれね、写真が貼ってあるんですけどこれ行きます、行きましょうか。はい、これ小倉競輪のマスコットキャラクター、はい、はい、打鐘の妖精カネディンと言います。打鐘って何ですか。鐘を叩くことを打鐘と言います。ダンダンダンの、はい、でその打つ鐘で打鐘。そうです、うん、はい、
で、あの鐘が、もう叩かれるのが嫌で外の世界を見てみたいという思いで手と足が生えてカネリになっています。なるほど、いろいろ設定があるんですね。細川さんもそこを把握してらっしゃるということで、はい、ちょっと待ってください。じゃあ各競輪場にマスコットいるんですか？マスコット各競輪場にいます。なるほど。普通だったらね、なんか自転車のマスコットかと思ったら鐘の方なんですね、うん、はい、結構全然関係ないのも多いです。全部が他の競輪場も鐘じゃないんですか？あ、全然違いますね。あとどういったのがいるんですか？伊東温泉競輪場だと、あのみかんでみかりんっていうキャラクターがいたりとか。それは伊東の地域でみかんが有名なんですか？だから多分みかんなんだと思います。だいぶ地元のゆるキャラ感強いというか。そうですね、競輪全然みかん関係ないじゃないですか、うん、それでも全国で何会場まずあるんですか？43畳あります。結構多いんですね、はい、あとみかんと何があったりするんですか？あとは、はい、たくさんあります。スピスタ君っていう、はいはい、鹿のようなキャラクターは弥彦競輪場にいます。はいはいはい、はい、そうですね。あ、面白いな。そうですね、たくさんいます。あのよくね、旅しながらやったりとかってことありますけども、うん、SNS なんかもね今ありますんで、その競輪場まで足運んで、はい、写真を撮って43会場のマスコットを網羅するとかね、コンプリート、そういう遊び方も。あ、なるほど、楽しそうですね、はい、いろいろできるということでございます。さあ、ということでレースを見たいなという方はどうしたらよろしいでしょうか？はい、今回も新型コロナウイルスの影響に伴って事前抽選による入場制限を行いますので、ぜひインターネットでお楽しみください。詳しくは小倉競輪で検索してください。かなり大型イベントもですね、緩和する方向で動いていますので、まあ本当に早くですね、もうファンの方々が皆さん会場に足運べるような環境になるといいですね。はい、はい、ただやっぱりネットってすごいなと思うのは、本当に家にいながらもレース楽しんで買うことも、はい、車券買うこともできますので、ぜひあのちょっと気になってる方はチェックしていただけたらなと思います。今日は第63回朝日新聞社杯競輪祭についてご紹介いただきました。レースの模様はぜひインターネットでお楽しみください。なお、競輪オートレースの売り上げの一部は機械工業の振興や社会福祉などに役立てられています。スカロケ競輪部は無料の音声配信アプリオーディでもお聞きいただけます。来週は日本競輪選手会東京支部所属ガールズ競輪の小林莉子選手にお越しいただきます。ということで、この時間は公益財団法人 JKA 広報部広報宣伝課の細川佳穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。スカロケ競輪部、日本が生んだ世界のスポーツ、競輪の提供でお送りしました。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。先ほどの競輪のコーナーでですね、細川さん4回目ぐらいの登場でございますけども、うん、あんなに声いつもガサガサしてたかなみたいなことを思いながらも聞いてたんですけども、はい、まあ本当憶測なんであれですけど、ちょっと酒飲みすぎたんじゃないかなっていうような気がしております。そんな話を先ほど写真撮りながらさせていただきましたけどもね、はい、まあ楽しみでございますね、大きいレースが、だからそのファイナルに向けてのその前哨戦というか、はい、権利を獲得するための大レースということですので、熱い戦いが待ってるんじゃないかなと思います。さあ、ということで本日の議題はこちら、私ってこんな人案件、この選挙なら当選確実。例えばだらしない選挙があれば私絶対勝ちますよとかですね、電話を早く取れる選挙があれば確実ですよ、などなどでございます。東京都39歳女性、専業主婦のなにわの嫁あっこさん。あっこさん、本部長秘書、社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私が当選間違いないのは、食べ物の好き嫌いがややこしい選挙です。ややこしい方。私の場合は卵、基本卵の黄身と白身が混ざっているもの、卵焼きやオムレツ、こういうのは大好きで、
黄身と白身が分かれているもの、ゆで卵や目玉焼きは大の苦手です。ああ、なるほど、混ざり合ってないとダメだと。黄身だけでも嫌い、白身だけでも嫌い、でも混ざっていると大好き。これだけでもややこしがられるのですが、さらに生卵は好き、温泉卵も好き、でも半熟卵は嫌いとか、ややこしい。茶碗蒸しは好き、でも卵豆腐は嫌い。いや大変。さらに細分化されていきます。人に説明しても大抵理解されません。もし他に食べ物の好き嫌いがややこしい選挙に当選された方がいたら一緒に語りたいです。卵って本当に結構分かれますよね。調理方法も多いし、はい、まあよく食卓に並びやすいというか身近な食材でもありますので、結構いますよね。卵好きだけどあの生卵ダメとか。あ、はい、ね、聞きます。卵かけご飯食べれないけども全然ゆで卵食べれると。だからそれのかなり複雑なアッコさんということでございます。ハンコ。続いて千葉県26歳男性、会社員のナムルザワって誰店です。ナムルザワって何店さん。ナムルザワって誰店さん。はい、本部長秘書、リスナー社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私は知らない人とすぐに連絡先交換しちゃう総選挙があったら絶対当選できると思っています。26歳の方すごいですね。それなぜか知らない人によくこの辺で飲めるとこ知らないと声をかけられます。いや、声かけられやすい人、さっきも言いましたけどもオープンマインドなんでしょうね。知らないので、知らないと言っても話は終わらず、そこから世間話が始まり、決まって最後は連絡先交換しましょうと言われて、はい、つい交換してしまいます。その後交換した方々とは何度かご飯に行ったりと、なぜか仲良くしています。不思議ですよね。不思議。海外行ったら強そうな感じ。危ないことだけ気をつけてくださいと思いますけども、うん、いいですね。知らない方とそうやって仲良くなってというのも、ね、何かこうあるんでしょうね。話しかけやすいオーラというか、まあ心の話なのかもしれないですけども、それでしかも何回もその後飲み行っちゃったりご飯行っちゃったりするっていうこと で、うん、だから人懐っこいって言い方はね、26歳の方だから失礼かもしれないですけども、人好きなんでしょうね、うん、はいはいはい。ハンコ。さあ、お聴きいただいているのは、ランデブーに逃避行という楽曲です。ジェニーハイですね。まあ吉本の、先輩、クッキーさんなんかも入ってますけども、はい、その週末の吉本のライブの仕事で、ロッシーさんが袖で会った時に、はい、移動でラジオ聴いてるわって、皆さんやっぱり東京 FM で運転しながら合わせてくれてる方がいて、はい、久しぶりにチュートリアルさんお二人にも会って、そんなラジオの話なんかもしてたんですけど、福田さんがね、またねスカロケ呼んでくれよって、いつ呼んでくれへんくれんのみたいなので、うん、いやもう早めにみたいなお話しさせていただいたりとか、レーザーラモンの2人もよく聞いてくれてるみたい で結構やっぱりみんなね移動で車乗ってる人が多いの で、ね、そういう風に声かけてくれるんですよ、うん、はい、でその流れで、ジャルジャルの福徳くん、はい、福徳くんがラジオ聞いてますって廊下で会った時に言われて、俺一発目に嘘つけって言ったのよ。だから聞かなそうじゃないですか。FM とかジャルジャルって。で本当って言ったら、その毎回聞いてるって、移動なんで本当に聞かせていただいてるんですよみたいな。いや本当って言ったら、何曜日か分かんないですけど、最近僕がすごい好きなのは、って福徳くんがね、何って言ったら、歌詞のない音で、スーパーの BGM みたいな流れあるじゃないですか。あれめっちゃ好きなんですよ。あ、本当に聞いてると思って。本当に聞いてるんだ、ありがとう、みたいな。意外とね、だから結構皆さん本当に、東京 FM に合わせてくれてるということで。はい、いつか、スカロケに。これね、これ。こういうやつです。うん、これ何の歌だっけ、そもそも。もうルネッサンス情熱ね、はいはい、ミスター実行でおなじみですけども、すごいかかる、これのね歌詞のないやつね、うん、もうスーパーとかでご機嫌に流れてるやつ、本当にこの流れが一番好きだって言ってたけど、本当に聞いてくれてるよ、ありがとうみたいな話、すいませんね、ちょっと雑談が始まってしまいましたけども、ジェニーハイのせいです。ジェニーハイがかかったせいだと思いますけどもね、本当に。さあということでですね、今週も今月も始まりましたスカイロケットカンパニー、早くももう2時間が終わろうとしておりますけども、もちろん19時台もございますということで、キリン一番搾りの
コーナー、はいね、秘書がメインの月曜日のコーナーがね、全国うまい物語もありますので、はい、もしよろしかったら19時台も引き続き東京FMスカイロケットカンパニーで楽しんでいただけたらなと思います。ダサいんだよこれ、やめてよ本当に。タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。7時です。お疲れ様です。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は7時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。7時でお仕事終わった方々お疲れ様でございます。お疲れ様です。フリーメッセージ、東京都女性21歳会社員の花奈々子さんでございます。はい、皆様お疲れ様です。今日20年間住んだ実家を出て、本当に11月1日今日の昼ですね、書き込み、20年間住んだ実家を出て初めての一人暮らしをスタートします。あ、場所は実家と同じ都内なのでそこまで寂しくはないのですが、私が一人暮らしを始めると同時に、一緒に住んでいた母親も初めての一人暮らしになるので楽しみ半分、申し訳ない思いも半分です。ですが自立のために頑張ろうと決心したので後悔はしていません。新しい土地で頑張りますということで、都内での引っ越しということですけどもね、なかなか同じ都内って言ってもなかなかね、合わないですよ。僕もだからコロナ禍始まってなかなか会ってないですから。お母様、はい、この1年半で数回しか会ってないような気がしますね。まあね、お母様も含めてですね、花奈々子さんのお母様も寂しいとは思いますけども、まあご本人がね自立するためということで決心したということですので、一人暮らし寂しかったりいろいろ大変なこともあると思いますよ、はい、初めての一人暮らしちょっとね開放感もありながらもね、やっぱホームシックじゃないですけど寂しさありますので、そこはこう負けないようにというか、まあちゃんと実家の良さを味わいながら、そうです ね、やっぱ寂しさを味わうってことは実家の良さを再認識することでもありますんで、とっても大事なことなんじゃないかなと思います。危ないことのないようにね、女性の、若い女性の一人暮らしですので、気をつけていただけたらなと思いますし、頑張っていきましょう。さあということで、ここからの時間は一番搾り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りします。さあ月曜日はこちら、今週の一番搾り、全国うまい物語。皆さんがこれまで食べた全国の美味しいものを文章だけでいかにうまかったかを表現してください。読まれた方全員に一番搾り 350ml 缶24本入り1ケースをプレゼントします。はい、それではまずは茨城県31歳男性、会社員の千原きっこさんからのうまい物語です。私がご紹介したいのは、まだ私が千葉県に住んでいた頃、初めて食べた茨城県は水戸のスタミナラーメンです。スタミナラーメン、出てきた瞬間、わわわわわと蒸気が上がるドロドロのあんかけの中にはプリップリのレバーがキラリ。レバーなんだ、美味しそう。まずはあんかけとスープの境界線にレンゲを投入、ほんわわわわっと湯気の立つレンゲを、スープをじんじん、ふわー、あんかけのうまみとスープの出汁が五臓六腑に染み渡る。お次はお楽しみ、レバーをがぶり、その瞬間
プリリリンプリン、チョロロロロロロ、ジュワワワワワ、ギュイーン、ビカビカ。何が起きてんの？ねえ、レバー食べた瞬間口の中で何が起きてんのこれ。それを追いかけるようにキリン一番絞りをぐっくりぐっくり、ふっ、ほほほほほほ、うまい。熱々のあんかけと麺をずるずるずぞぞぞぞぞぞずぞぞぞぞって書いてあるわ。直後キンキンの一番絞りをぐっくりぐっくり、くー、たまらない組み合わせでした。いやー美味しそうですね。有名なんですかね、茨城県水戸のスタミナラーメンっていうのはご当地のグルメなんですかね。もしかするとそうかもしれないです ね。いやー美味しそう、食べに行きたいなと。まあ都内でも食べれる場所あるかもしれませんけどもね。なんかさ、その、うん、なんていうの、メインイベントのレバー、はい、食べた時もう口の中に何が起きてんのっていう感じでしたけど、いやすごかったですね。どんな感じでしたっけ、うん、お次はお楽しみ。はい、お楽しみ。レバーをガブリ、その瞬間プリリリンプリン、トロロロロロロ、ジュワワワワ、ギュイーン、ビカビカ。ね、何が起きてんのよ本当に。美味しそうですね。美味しそうかな、伝わ、なんか、え、プリリリリリン？プリリリンプリン。プリリリンプリンなのね。プリリリンプリンって書いてあるの。プリリリンプリンって書いてあります。トロロロロロ、ジュワ、ギュイーンと。ギュイーン。いやー、美味しそう。あ、今写真が出てきました。あんかけが乗った。あ、はー、美味しそうですね。パワーつきそうな、本当に確かにね。トロロロンって感じもしますし。トロロロンって、まあ、するな、ちょっとな、写真見たらジュワワって感じの、食べないとわかんない。わかんないんだよ、それ。ビカビカがわかんないわ、一番。なんで口の中光ってんのよ、本当に。衝撃的だったんでしょうね。確かに美味しそうでございました。茨城県水戸のスタミナラーメンでごくりでございます。それでは続いて、埼玉県58歳男性、会社員の戸田の親父すさんからのうまい物語です。私の一番つぼりは焼きサバです。私の生まれ故郷である福井県では、毎年夏至から11日の半夏生に丸焼きサバを食べる習慣があります。はい、その昔殿様が領民に田植えで疲れた体を癒し、暑い夏を乗り切るために配ったのが言われと言います。夏バテ防止のスタミナ食として、この時期になると福井県内で食べられます。はい、いい殿様がいたんですね。はい、なかなか半夏生には帰省できませんが、今では魚屋さんに頼めばいつでもサバの丸焼きを食すことができます。あの肉厚な丸焼きならではのサバにかぶりつき、一番絞りをごくりごくりと飲み込み、大根おろしに醤油を垂らし、サバにのせ、さらにガブリ。うわー、美味しそう。炭焼きにするほんのり苦味と相まって、最高の旨味が口いっぱいに広がります。まさにピチュッピチュッ。まさにって何？何の音？私の家族はこのサバ丸焼きを一人一匹食べます。うわ、そうなんだ。来年こそは帰省して食べたいです。魚ね、サバね、丸焼き一人一匹食べるということで豪快ですし、美味しそうでしたね。大根おろし乗せてね、醤油かけてガブリと、はい、うん、でまさにピチューって何ですか？その最高にうまいものを食ってたはずなのに、はい、何ですかピチューって、何の音なんですか？これはサバ汁ですね。サバ汁ね、サバのうまみが出てくるというところで、うん、ちょっと炭焼きによるほんのり、ちょっとここからもう一回じゃあピチューもらってもいいですか？はい、何の音か分かんなかったんで。サバ汁ね、サバ汁が口に広がる音だったのね、うんうんうん、それでは思い浮かべてお聞きください。はい、皆さんもじゃあ思い浮かべてみましょう。口を、炭焼きによるほんのり苦味と相まって、最高の旨味が口いっぱいに広がります。まさにピチュッピチュッ。
いや、それだから、何の音なのよ、ピッチューって。あ、おい、ピッチューいらないのよ。いつの録音したのよ。どこ行った何の音、デジタルが回ってるな。どんな、なんだ、どこ行ってる当たりました。何が？ねえ、何が？ねえ、何が？何がどう当たってる？何が回ったの？ピチューで。え？ピチューが飛んでピチューが飛んでったよね。飛んでったところまでわかるよ。で、過去にね、ここのコーナーでも、はい、宇宙の方行っちゃったりしてね。宇宙の方行って、地球に帰ってきて、うん、キャッチャーのミットにね、入ってストライクとかあったじゃん。これ飛んでって何が起きたの、うん、今日のは。飛んでって、ルーレットに入って、ぐる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 って回って、結果、当たりました。マジで分かりづらい。その、もう一回じゃちょっとピチュー投げてみて。次ルーレットに入れるかどうか分かんないよ。そうですね。ルーレットに入れるか、今の説明を聞いて、うん、聞いた上で想像してみますね。はい。はい、ちょっと炭焼きによるね。はいはいはい。うん、炭焼きによる、ほんのり苦味と相まって、最高の旨味が口いっぱいに広がります。まさに、ピチュなんなの、そもそもピチューってなんなのよ、本当に。うわー、飛んでっちゃった。おいピチューいらないのよ、わざわざ。入ったな、速い速度で。ルーレットの中に。何が待ってんだろ、これ。はぁ、外れー。外れー。なんでしょう、こんなに残念な気持ちにならない外れも初めてですけど。え、なんなの、これ。分かりづらい感じで来てんだから、せめて当たりでもう一回行かせてよ、本当に。何なのよ、本当に。うふじゃ、おい、そこのお嬢さん、おい、他人行儀な振る舞いやめろよ。そっちの管轄だからな。お嬢さんたちの管轄だからな、それな。このルーレット SE は、今日、今日でやめます。わかりづらい。わかりづらい。今日でやめ。今日でやめます。はいはい、はい。今日しか聞けなかった。今日しか聞けない。特別感出さなくていいのよ、別に。ほんと、一切もう金輪際二度と出ます。二度とやらないよ。後で会議してね、そっちの三人で。はい。やってね、本当に。反省してよ、本当に。ということで、今週、うまい物語をご紹介した、ラジオネーム、千原きっこさん、そして戸田のおやじすさんには、キリン一番搾り 350ml 缶ワンケース24本入りをプレゼントします。やっぱ不思議だよね、ピチューが絡んでくるとサバの旨味半減するもんね。あれおかしいな。ということで、今週の一番つぶり全国一番うまい物語では、リスナーの皆さんからのうまいもの紹介メッセージを募集しています。メッセージが読まれた方にはキリン一番搾り 350ml 缶ワンケース24本入りプレゼントします。スカイロケットカンパニーの公式社員アプリ、またはウェブサイトをチェックしてみてください。スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい。キリン一番搾りの提供でお送りしました。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。先ほどお送りしたのはシンガーソングライター那須麻子さんの呼吸のお守り。2019年よりオンエアしている東京 FM とジャパン FM ネットワークのラジオラバーズ CM キャンペーンソングです。眠れない夜や不安な日々に少しでも安らぎをという願いを込めたこの曲は静かな人気を集めていましたが、2年以上の時を経て各地の FM 局で特集されるまでに広がり、11月10日にシングルリリースが決定しました。またリリースに先駆けて今日から11月8日まで無料配信中です。そんな那須麻子さん、今週木曜日にスカルケに来社します。久しぶりの登場です、楽しみです。さあ、ということで今日はですね、私ってこんな人案件、この選挙なら当選確実、お届けしております。神奈川県42歳女性、
広告デザインのお仕事をしているどんこさん。どんこさん、お疲れ様です。お疲れ様です。物が捨てられない選挙なら自信があります。あー、なるほど。デザインの仕事をしていると使えそうなチラシは片っ端から取っておいたり、その他にも資料やら他人がゴミと思うものまで、とにかく物がたまります。溜め込む癖がついているのか、お刺身についているタンポポ、人参や大根のヘタ、しばらく飾っておきます、はい、輪ゴムや折れてしまった洗濯ハンガーの洗濯バサミ、誕生日やハロウィンの飾りなどなど溜まっています。うわ、めちゃくちゃありそう。スーパーで売ってるやつのタンポポ、ちょっとしばらくあれを捨てないってまあでもね、確かに綺麗ですもんね。はい、綺麗。はいはいはい、相当いろんなものがお家にありそうですね。まあ仕事からしょうがない部分もあるとは思いますけども、まあ年末のお掃除どうするんですかね。結構捨てらっしゃるのかどうなのかしら。ハンコ当選確実ということでね。続いて神奈川県31歳女性、公務員の雪鈴さん。雪鈴さん、本部長秘書、リスナー社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。本日の案件、それは引き笑い総選挙があったら当選確実です。引き笑い、高校生くらいから大笑いすると引き笑いをするようになってしまいました。周囲からの苦しそうだけどちゃんと息できてるというツッコミや、はい、別の部屋にいても雪鈴が笑ってるのがすぐわかるし場所も特定できるなどなど、引き笑いに関するツッコミが数多く存在します。はい、おそらく引き笑いに関してはさんまさんであっても負けず劣らない勝負が日本代表ですよ。さんまさんの引き笑いって言えばできると思います。あれ、あれ全然引き笑いができない。え、苦しい。引き笑いができない。あ、多分できてないよ浜崎さん。え、これ違うんですか。これ違うと思うよ。そうなんですか。うん、俺もできてないから何とも言えないんだけど、ちょっと引き笑いやってみてください。いや違うと思う。違う、苦しい苦しい。事故だぞ。やめろ、ラジオで変な息遣い流すの。病気から急になんか病気になっちゃった人の息遣い流れちゃうから全然できてないよ。なんかやってみてください。いやだからできないな。やめよう、もう本当にいいことが一個もないわ。なんか聞くに耐えない、どちらも。本当ですね、本当に。ラジオなのにごめんなさい。よ引き笑いチャンピオン、ハンコ。さあ、お聞きいただいたのは中村佳穂さんでアイアム主人公でございました。さっきお刺身の話してましたけども、はい、うん、ええー、お刺身についているタンポポやーってお話ししましたが、はい、リスナーの皆さんハッシュタグスカロケでお刺身のはタンポポじゃなくて菊ですよって。 あれ菊なんだ、あの小さいの。私もタンポポだと思ってたんですけど。いや俺も勝手にタンポポだあれあんなちっちゃい菊なの。そう、なんか菊を食べる文化がある場所でもところはすぐ分かりますけどねって。ああ、なるほど、大変失礼いたしました。さあ今日は私ってこんな人案件、この選挙なら当選確実でございます。千葉県37歳女性、会社員のミャンミーさん。ミャンミーさん、本部長秘書、社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。30代女性、階段駆け上がり選挙なら当然確実です。当選確実です。30代の女性で、うん、階段駆け上がり選挙。はい、はい、36歳といういい大人でありながら遅刻遅刻といつも駅の階段を駆け上る日々を送っています。気をつけてください。エスカレーターは危険なので駆け上がりません。はい、いつでも階段を駆け上っています。36歳、いよいよ足にもね、いろいろ疲れ溜まってきそうなもんですけど、靴が脱げて転がるほどの猛ダッシュです。転げた靴はいるんだよな、たまにいるんだよ、靴飛んでる人。自分で拾いに行く一人シンデレラです。はい、少なくとも私の周りには階段を駆け上がっている30代の女性はいないので、はい、この選挙なら当選確実。ただこの当選を喜んでいいのかどうかは本部長と秘書に判断を委ねます。もう危ないからこれあんまりどうかと思うんですけど、うん、前に駅の構内で階段を駆け降りてた女の人が、あ、はい、だ靴脱げちゃったけど勢いのまま降りてって、踊り場真ん中ぐらいに靴がある、うん、
でもその人降りてんの、うん、で俺踊り場で目の前にその脱げてる靴があったの、はい、上から投げたもんね。え？その人にこうなんかパスしろっていうすごい急いでるらしくて取りに行く取りに来るのがめんどくさかったんだろうね。勢いに負けちゃってさ俺もさ、はい、クツクツの顔ですごいこっち見てるからさ、うん、急いで投げたよ。そしたらパーンと入ってありがとうって言ってバーって絶対俺の方が年上なんだけどなんかそすごい爽やかな感じありがとうって言われて20代の女の人ぐらいの人に運命的な出会いにも感じますけど危うく追いかけちゃうとこだった。よかったです。追いかけなくてよかった。危ないでしょそれ追いかけ始めたら結局変なおじさんに若い女の子がただただ追いかけられて逃げてる構図になるからねそうなるとね本当にね。いやでも本当気をつけてくださいとこれは、うん、怪我したりしますし他の方巻き込んでしまった人は大変なこともあると思いますのでね、うん、余裕を持ってお家出れたらいいなとは思います。ただその選挙があったら私は当選確実だという書き込みありがとうございます。ハンコ。続いて千葉県39歳男性医師の暴走で暴走さん。はい暴走で暴走さん。僕は結婚式二次会幹事総選挙があったら当選確実です。はい現在のところ二次会結婚式の二次会の幹事を計28回やっています。いやー多い多いな。回数を重ねるにつれて自分なりの二次会スタイルも定まってきました。なんかそういう仕事やってる副業でそのなんていうの結婚相談所みたいな新郎新婦に楽しんでもらう出席者に新郎新婦の良さを知ってもらう、はい、大なり小なりサプライズをやる、うん、赤字にしない。あ大事なことですね赤字にしない。そういったところです。毎回司会も兼ねていたので二次会の切り盛りも上達していくとさらに幹事のオファーが増えていきました。なるほど上達スキルがついてノウハウが入れば入るほどあの人いいよっていうので紹介で増えてくるんだ。さまざまな映像の準備やサプライズの演出出し物をしていたいただくご友人とのコンタクト友人の人数の把握など大変なこともありますが二次会の最中新郎新婦や出席者の方が楽しそうにしているのを間近で見ると毎回やってよかったなと思います。もう起業しませんそれでなんかニーズありますよ結構、ね、二次会そこまで式って結婚式ってね式場の方々がやってくださったりとかじゃ二次会って意外とおざなりになりがちなんですよで誰に任せるみたいなので、はい、友達がじゃあ二次会仕切るって言ってそこだけで進めなきゃいけなかったりするから、はい、結構大変だったりするじゃないですか。あそこって割とプロの方介入してなかったりするから一個ニーズあるかもしれないですよね。ハンコ。さあお聞きいただいたのはですねホフドゥリャンでございます。今そこにある未来でした。さあ今日はですね私ってこんな人案件この選挙なら当選確実お届けしておりますということで、はい、あとラストパートがありますかね、うん、そこでまたご紹介できたらなと思っております。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。さあ今日は私ってこんな人案件この選挙なら当選確実でございます。鹿児島県21歳女性学生のはやぶさやさん。はやぶさやさん鹿児島県からありがとうございます。本部長秘書リスナー社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。私は初対面と印象が違う人選挙に当選すると思います。はいはいはい。人見知りなので初対面ではあまり人に話しかけられませんが慣れてくるとガンガン喋ってしまいます。はい。友達には真面目で絡みにくそうに見えて意外と面白いよねと言われます。うんうんうん。いいですよね。入りがすごいライトで付き合ってみたら、うん、ね逆のなんかそう大変だなあの人っていうよりはもうね日本人の方っていうのはねその僕よく山陰地方なんかも仕事で行きますけども割と入りがこう引き気味だったりとか、うん、人見知りっぽい感じする人がだんだん時間かけたりとか心開いてくださってでお互い心開けて仲良くなった時にようやくそこで個性が見えてきて、うん、ああ面白い人だなってね、うん、いいですねそのギャップが。でも割とじゃああれなんですかね明るい感じのまあ21歳ということで、はい、そのなんかすごい
ね、人に対して距離の近い感じに見えるっていう部分もあるのかしら。あ、違うか。あまり人に話しかけられない、ない感じなのか。真面目で絡みにくそうという印象を友人に持たれていた。あ、なるほど。だけど蓋開けたら、うんうん、関係が強くなれば明るいってことだもんね。意外と面白いね。だから見た目のギャップだから、そっか、入りはちょっと真面目に見えちゃうってことですね。ハンコ。続いて神奈川県25歳女性会社員の横浜のモアイちゃんさん。横浜のモアイちゃんさん。私は大好きな人と同じ色の服を着てしまう選挙があったらダントツ当選できます。好きな人と同じ色の服を着てしまう選挙。彼氏と付き合った当初合わせてもないのに白い服がかぶったりボーダーかぶりをしたり、今は一緒に住んでいるのでかぶらないようになりましたが、同じ部署の大好きな女性の先輩と洋服の色が4日中3日はかぶります。はい。好きな色や持っている色がほとんど一緒なんでしょうね。なるほど、そういうことですか。お互いにかぶったねとは言いませんが、気が合ってくるとなんだか照れます。はい。きっと先輩とは前世で姉妹だったのかな。先輩からしたら可愛いですね、そんな風に思ってくれてて、うん、彼氏とそんなね、今一緒に住んでるから会わないと、だから会わせに行くんじゃなくて偶然会ってしまうという選挙があれば勝ってしまうということで、うん、はい、確かに趣味嗜好とか好きな色が近かったりなんかしたら、うん、そんなことも起きてしまうのかもしれませんね。あんまり気にしたことなかったけど、そういう風に見てみたら実は周りで自分がどの人と気が合ってるかとかね、美的感覚近いかとかわかるかもしれないですね。全然そういう感覚なかったですけど、なるほど、彼氏と同じ色の服を着てしまう選挙、はい、当選確実ということでハンコ。東京 FM より生放送スカイロケットカンパニー。この後8時からニュースサピエンスです。引き続き東京 FM でお楽しみください。お聴きいただいた楽曲はですね、スキマスイッチさんで触れて未来をでございました。さあ11月に入りました。今日11月1日月曜日ということで霧のいいスタートでございますけども、まあカレンダー通りの方はですね、ちょっと重たい日かもしれませんけども、今月も月曜から木曜日の3時間の生放送でスカイロケットカンパニーお届けしてまいるんですが、はい、早速ですが、あさっての火曜日は、あ、水曜日失礼、あさっての11月3日水曜日は番組はお休みという形にさせていただきます。特別プログラムがあります。はい、という竹内まりやさんの、はい、番組があるということでございます。楽しみでございます。今月も皆さんよろしくお願いいたします。今日はオープニングからですね、6曲のリミックスで V6 さんの、まあ V6 ってこともあって6曲のリミックス行かせていただいたんですけど、番組ので作らせていただいた、うん、で今日ラストライブやられてるということもありますし、やっぱり最後も、うん、今日はですね V6 さんの曲でお別れできたらなと思います。ということでどの曲か、僕聞くちょっとタイトルだけ聞いた時にはあんまり分かってなかったんですけど、もしかしたら聞いたら分かるかもしれないですし、ファンの方なんかとても大事にしている楽曲があるということですので、うん、それを聞けたらなと思います。さあ V6 でありがとうの歌でございます。あ、これかっていう風には分かりましたけども、本当にお疲れ様でございました。そしてありがとうございます。それでは本部長、今日も一日お疲れ様でした。